エアプレをしてもいいですか。この番組は私雄一郎と私チャーが世の中に埋もれていると思い込んでいる名作たちを発掘して広める番組です。はい、スクフェス超会議後編が始まります。おごそかに始まりましたね。おごそかに始まりました。もうさっきまでのテンション、前編から後編来た人、さっきまでのテンションと落差ありすぎてびっくりしてますよ。大丈夫ですよ。後半もね、きっとね、チャーはね、気持ち悪くてね、女性ファンがつかないんですよ。でも、いいんですよ。女性ファンなんかつかなくても、俺にはマキちゃんがいるから大丈夫。はい、男性ファンの心も離さないようにだけお気をつけください。はい、というわけで改めまして、エア推しのチャート雄一郎です。はい、早速スクフェス超会議後編始めていきます。続いての企画はこちら。ドゥン。スクフェスメインストーリーの思い出。わー。というわけでですね、これは何かというと、そんなね、ミューズの物語しか僕はちょっとちゃんと読んでないんで申し訳ないですけど、はい。スクールアイドルフェスティバル、このゲームの中にももちろんストーリーがいろいろありますと。はい、この、ミューズで言えば、メンバーである、マキちゃんとか、リンちゃんとか、リーダーのほのかちゃんがね、いろんなことをね、やっていくんですよね。そうなんです。で、その中で、心の中に深く印象に残ってる、いいお話を、ちょっと紹介していきたいなというところで。はい、僕も一個だけ思い出したものがあります。はい。じゃあ、ゆうちろさんからどうぞ。はい、みんなでお鍋を作ろうっていう話がありましたよね。ありますね。ミューズのメンバーでお鍋を しようっていう、すごいハートフルな、こうなんていうんですか、メンバーの和気あいあいとした雰囲気を楽しめるストーリーですね。アイドルものですからね、そういうのを求めてますよね、僕ら。そうですね。ただラブライブは一味違うんですよ。おっと、どんなお話でしょう。ちょっとね、ネタとして聞いてほしいんですけど、はい、先般って呼んでるやつが一人いらっしゃって、まあ、はい、なぜ先般と呼ばれたのか。そうですね、みんなで一人一つ食材を持ってくるっていうようなね、ルールで、誰がどんなの持ってくるんだろう、楽しみってこうみんなでワクワクしてたんですよ。はい。そしたら一人ちょっと解釈をどう間違ったのかわかんないんですけど、はい、みんながね、そこそこ普通のちょっと入れたら面白いであろう食材を持ってきている中、一人チーズケーキを持ってくるんですよ。はい。で、本人は至って真剣に、これ入れちゃっていいのかなって悩みながらですよ。みんなごめんね、えいって言って、みんなのお鍋の中にチーズケーキ放り込むやつが一人いてるんですよね。小鳥かすちょっとね、もう、ね、これはね、ちょっと僕もさすがにメインストーリー、結構ね、ラブライブ、スクールアイドルフェスティバル、スクフェスのメインストーリーぶっ飛んでる話が多いんですけど、もうね、気持ちは相席食堂ですよね。ちょっと待てよ、押したやつですよね。いやもう、それは相談せえと。でもね、その話はね、申し訳ないけど、先般、大先般、サイコパスの3人いるんですよ。
あ、その3つで開けたら、わかりますよ。わかります？わかります、はい。先般が誰かわかります？リンちゃんですね。違います。先般はほのかすです。ほのかす言うな。ほのかす言うな。そもそも、ほのかちゃんが、小鳥ちゃん以外全員には鍋の具材用意してねって言ってるのに、小鳥ちゃんには、ま、鍋って言わないで好きな食べ物持ってきてって言って、それは小鳥ちゃんチーズケーキ持ってくるわなって話します。あ、そっか、そうですね、小鳥ちゃんにはそこ好きなもの持ってきてってしか伝わってなかったんですね。そう、だからみんなが次々鍋の具材を持ってきたことで、小鳥ちゃんはちょっとあれ聞いてた話と違うぞってなってるんです。はい。で、自分だけチーズケーキ持ってきてしもて、周りがどんどんお肉とかお野菜とか入れてんのに、自分はチーズケーキ持ってきた、わどうしようってなって、でも今更鍋って知らんかったって言えやんくて困り果てた小鳥ちゃんはどうしようってなって、もうそのままもう勢いで鍋に掘り込んだんですよ。これは大先輩ですよね。これはまあまあ大先輩ですね。僕らが同じことやって、僕が何も聞かされてなくてチーズケーキ持っていったら一回相談しますよ。ちょっと待ってって鍋って言ってないよねみたいな。そうですね。でも小鳥ちゃんはちょっと引っ込み思案なのかもしれないですね。そこ言えやんくてもう掘り込んでしまうということは。もうみんなで後で食べたらよかったやん。はい。で、まあサイコパスの前に小先輩もいるんですけど、実は小先輩、はい、はい。鍋の具材って聞いてて、丸ごとトマト持ってくる女も誰とは言わないんですけど。いやでもね、トマト鍋あるんで、まあまあまあ。トマト鍋って、トマトスープが出来上がってるからトマト鍋ができるんであって、丸ごとトマトを掘り込むっていうのはちょっと違うくないって思うんですけど、まあ可愛いから許すと思って。はい。はい。では、サイコパスは、ゆうちろさんがお名前出されたんで、発表してもらってもいいんですけど。あれ、サイコパス枠ですか？あ、サイコパスですよ。うちのじんちゃんが。そらそうですよ。みんながだって具材掘り込んで、小鳥ちゃんが挙句の果てにチーズケーキ入れてしまった鍋の中に9人前の乾麺入れるんですよ。ラーメン大好きなんでね。はい。うちのりんちゃんはラーメンが大好きなんで、ラーメンが大好きだから麺を持ってきて、それをね、入れるんですよ。でもね、考えてみてください。麺を入れると、スープは減るんですよ。減りますね。で、麺にしてしまったら、あとはどうとでもなるんですよ。ならねえよ。いやもう、りんちゃんは、この状況を察して、やばい、私が救わなきゃって思って、麺を放り込んだんですよね。もう、優しさと、もう、知能。これはもう、救世主と言っても過言ではないですね。皆さん、リスナーの皆さん、これが俗に言う、恋は盲目っていう、ね、あ、いやいや、もうそんな僕はもう冷静にジャッジしてますよ。これは冷静にジャッジできてないですね。これは途中からリンちゃんが暴走したところをもうテキスト読まずに自分なりの解釈でリンちゃんはこうやったんだって、これも文系の悪いところですよね。作者の気持ちを勝手に考えるっていう、ね。まあ、このお鍋会は僕も強烈に覚えてて、ほぼあれから伝説が始まったようなもんやと僕は思ってますよ。あのあたりからメインストーリーおかしくなり始めたんですか？いや、それまでもちょっと不穏な空気はあったんですけど、はい。完全に歯車が外れたのはあの回からです。暴走、伝説の始まり。で、僕が覚えてるのはあと2つあって、はい。これちょっと一個リンちゃんなんですけど、はい、リンちゃんバーサーカーっていう会があって、なんかみんなで外で雪合戦してたら、なんか雪だるまの中からリンちゃんが出てきて、でリンちゃん雪だるま発進、ガシャーンガシャーンって言いながらみんなに雪玉をすごい勢いで投げつけて、みんなが一人ずつ倒れていくっていう、これ僕リンちゃんバーサーカーって呼んでます。いやいや、可愛らしいじゃないですか。リンちゃんがいかに、こう、人の心への殺傷能力が高いかっていう、ね、アイドルとしての素質を示すエピソードですよ。皆さん、これが俗に言う恋は盲目パート2です。
これどの辺がバーサーカーかっていうと、雪合戦ね、これチーム分けしてたんですよ。ああ、はい。チーム分けしてて、あの相手チームに向かってリンちゃんは雪だるまを最初に投げてたんですよ。はい。で、相手を全員殲滅した後で、あの自分の味方にも投げつけて味方すらも全滅させてしまうっていうところですよね。それはやばいですね。これはもうバサーカーということですよね。それかもう多分で、まあでもリンちゃんは多分楽しすぎて、もうあの雪合戦を終わらせることなく続けてみんなで遊びたいなっていう天真爛漫な一面を見せたんじゃないかなっていうふうに解釈しようと思えばしよう、できるといえばできる。あのそのRPG のラスボスみたいな、あの僕はみんなと遊びたかっただけなんだみたいな、そういうタイプのラスボスじゃないですか。だからリンは雪だるまから出てきたんだにゃーっていう感じですよ。もう悲しいエピソードになってしまうじゃないですか。はい。でこれはね、あのリンちゃんがクレイジーなお話だったんですけど、もう一つはね、小鳥神っていう回があって。小鳥神ですか。唯一神小鳥神の回があってですね、音の地坂にこう迷い猫が来る話があって、みんなでこの猫のお世話をしようよっていう、これまたハートフルなお話があるんですよ。はい。そこでみんなで猫のお世話をする中でですね、小鳥神がですね降臨しまして、猫ちゃんのね布団かなんかを作るんですよ。うんうん。で小鳥ちゃんまさかの手縫いでするんですけど。そうです。あの小鳥ちゃんはね衣装担当なんで、ニュースの中で。あ、そうですね。もう縫い物が得意なんですよ。で、もうかよちんがびっくりするんですよ。花よちゃんがね、すごい小鳥ちゃんすごい速さで縫ってるっつってびっくりするんですよ。はい。でも小鳥ちゃんはそれを縫いながら、あの口で縫い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 、そうですよ、縫い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 、すごいすごい小鳥ちゃんすごい速さで縫ってるってかよちんがびっくりするんですけど、かよちんのものまねちょっと入ってますね。ちょっと入ってるでしょ。ちょっと待てと。はい。裁縫しながらぬいぬい言ってる女見たことあるのかと。そうですね。そう、しかもあのスクフェイスってそのキャラの立ち絵が出て、一応セリフが出てくるんですけど、笑ってる小鳥ちゃんの絵があって、はい、もうあのひたすら内田さんの声でぬい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 って出るんですよ。小鳥神ですよもうこれは。いやー、これは完全にあれですよね、最高にハイになってますよね。最高にハイになってます。もうだってぬいぬいラッシュしてますしね。ぬいぬいラッシュしちゃう。これ挟んでくるな。裁縫のスタンド小鳥神ジョジョ禁止。すいませんでした。危なかった。俺も巻き込まれるところだった。だいぶ入ってたけど、まあ、っていうね、ちょっとクレイジーなお話があるんですよ、スクフェスのメインストーリーには。そうですね。あと僕もう一つ思い出しましたよ、はい、なかなかクレイジーなエピソードを。あ、ちょっと僕この3つ強烈に覚えてたんで、ラスト1個かましちゃってください。はい。あのまずちゃんと聞いてくださいね、はい、ツッコミは忘れて普通に聞いてくださいね。はい。音の木坂学園にはアルパカが住んでるんですよ。はい、そうです。で、そのアルパカが脱走する話があるんですよね。で、その脱走したアルパカをみんなで捕まえようっていう話になるんですよ。そうですよ。だってアルパカがね、あの街中逃げた一大事ですよ、こんなの。はい。皆さんやったらどうやって探します？僕がアルパカ探すってなったら、もうあの近隣の方々に、すいません、アルパカ見ませんでした。あ、もう現実的な、いい探し方ですね。でも、ラブライブの世界ではそんな常識は通用しないですよ。どうやって探したんですか？それはもう、アルパカの気持ちになるんですよ。
アルパカの気持ちになることによって、アルパカがどっちに進んだかを、フィーリング、感じ取るんですよ。これも文系の最終形態ですよね、もう。作者って人の気持ちやから、なんか汲み取れそうやけど、そこを超えていって、動物の気持ち考えよう。ちなみに、アルパカの気持ちになれ言うたんは、どちらの誰でしたっけ、あれ。あれ、確かね、リアルに街中にアルパカが逃げていって、で、ノンタン、東條のぞみさんっていう3年生の、うちを入れて9人や、って言ったニュースのね、メンバーがいるんですけど。ちょっとね、関西弁っぽい感じのね。で、そののんたんがちょっとスピリチュアルなんですよ。占いとかも好きだし。で、メンバーにね、言うんですよ。アルパカがどこに行ったか。アルパカの気持ちになって考えるんや。はい。で、ちょっとごめん、めっちゃうる覚えなんで、ちょっと自信ないですけど、多分ほのかちゃんだったと思うんですけど、私はアルパカさん、私はアルパカさんみたいなこと言って、で、なんか、お腹が空いたパカーとか言いながら、小鳥ちゃんやったような気もするな。お腹が空いたパカーとか言いながら、こう、アルパカのセリフ言いながら、なんか勝手走っていって、最終的にマジでアルパカ見つけるんですよ。すごい。これがラブライブですよ。そう。この、作者の気持ちを超えて、動物の気持ちを考えられるっていう、ね、もうこれはもう、天才の領域なんです。はい。アルパカを憑依させて、初めてアイドルとしての頂点を目指せる。そういう力強いね、能力バトルものでしたっけ？これバトルはしないんですけど。これは、はい、青春の、どっちかというと、スポコン寄りのね、熱いお話ですよ。だからもう、スクールアイドル界のスラムダンクみたいな感じですよね。ちょっと待て。今の話、どこにスポコン要素あったんや。じゃ、今の話は、本編はですよ、熱い部活動の話なんで、まあまあ、こういうね、ちょっと、お茶目なね、ストーリーもあるよっていうのが、スクールアイドルフェスティバルでお楽しみいただけるかな。そうですね、アニメも、まあ、話題ありしつつ、まあ、スポコン系で言ってるんですけど、スクフェスのメインストーリーは、ちょっとね、はっちゃけ気味なね、一面を見れるっていうストーリーがね、展開されてますんで。はい。北斗の拳のイチゴミルク味みたいなやつあったじゃないですか。はい。あれ感覚で見ればいいんじゃね？投げやり。めちゃくちゃ投げやりじゃないですか。まあ、きっと、こういうね、面白いストーリーが、きっとですよ。スクールアイドルフェスティバル2でも。配信されるんじゃないかと思って。そうですね。もうせっかく2始まるんでね、まあ、この機会に一緒にね、スクフェス始めてみたら楽しいですよね、きっと。はい。というわけでですね、この企画ですよ。雄一郎、スクフェス復活への道。マジか。マジか、この企画。電波少年みたいなの始まったぞ。おそらくこの後編が配信されてるときはもうスクフェス2も配信されてる、間違いなく配信されてると思います。なので今日の僕のまとめとしては、みんな一緒にスクフェス2やろうぜっていうことです。はい。僕はすることが決まってるみたいです。はい、そうですね。はい、頑張ります。まあ、ゆういちろうさんが油断してる頃に、そういえば、スクフェス2どうって聞くんで。怖っ。まあ、というわけでですよ。まあ、ここまで、スクフェスについて、ラブライブについて熱い話を聞いてくれたリスナーさんはですね、きっと、ラブライブが好きであったり、ラブライブに興味がある方と思いますので、 Spotify でラブライブ半角エアプとかって打って検索してもらうと、チャーが選ぶ、ラブライブ、まあ、ちょっとごめんなさい、もうミューズの曲ばっかり絞るんですけど、ラブライブのチャーの
おすすめ曲ベスト13のプレイリストを公開しております。はい、プレイリストに入って、まあ、曲再生するとチャーさんのおすすめ曲が流れると。はい、でミューズないし、ミューズのメンバーの曲ですね、ソロ曲であったりとかユニット曲、ビビとかプランタンとかリリホアとかの、そんなも全部含めて、ベスト30ちょっとプレイリストを作りましたので、ぜひ一度聴いてみてください。はい、まあ、よかったらねぜひ聴いてください。はい、というわけで、あのゆういちろうさん、あのすみません長丁場ありがとうございましたいやいや、もう収録これね、お便り読んでる時間も入れたらね、もう2時間近くやってますからね。そうなんですよ、映画1本分ぐらい撮れてますよね。はい、まあここまでやっちゃうとなかなか前後編に分けてっていうのもきつくなってくると思うんで、はいはい、4夜連続でも構いませんよはい、できるだけ4夜連続は阻止するように頑張ります。はい、ではここまでお聞きいただきありがとうございました。ありがとうございました。ではまた次回。今回も最後までご視聴ありがとうございました。面白かったらいいねや高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。更新情報はツイッターで発信しています。ハッシュタグエアオシで検索してみてください。ツイッターアカウントのフォローもよろしくお願いします。それではまた次回、ありがとうございました。